再起朝日3月8日から2010年2月1日は、実業家、シャープ2代目社長、中高の祖、広島県出身。1931年早川金属工業、研究所入社。1933年大阪経理、専門学校卒業。1947年早川電気工業、取締役。 上務を経て1959年42歳の若さで専務取締役に就任。創業者、早川独自に経営を任され、実質的社長となり、1970年の正式社長就任を挟んで、以降27年間の長きにわたり人頭式を、り一回の町工場、アッセンブリーメーカーに過ぎなかったシャープを、総合エレクトロニクスメーカーに成長させた。 専務取締役時代に、若手技術者らから直訴され、液晶、半導体の研究者55人を集結させて、全社横断の開発チーム、回路研究室、半導体研究室を発足させる。これらの研究の内国超短波研究は、国産発の電子レンジ発売を、回路や半導体研究は、シリコン太陽電池の量産や 世界初のトランジスタ式電卓開発、世界初の液晶実用化、CMOS 型電卓開発、日本語ワードプロセッサーなどを生み出した。この手法は緊急開発プロジェクトチームとして現在も受け継がれている。しかし当時のシャープは自前の半導体を待っておらず、電卓に使う IC は他社から買っていた。 このため1970年の大阪万博不参加を打ち出し、シャープ100年の経営のため千里から天理へ向かうと、万博へ出展する資金を天理の半導体工場建設に充てた。これは千里から天理へ決断として産業界の伝説となっている。これを機に創業者、早川が代表権のない会長職に退き佐伯は二代目社長に就任。 早くから世界を見据え社名をシャープに変更。現在では常識になっているブランド名の統一は専務時代に成し遂げ、総合エレクトロニクスメーカーとしての第二の創業を切る。創業者、早川以上の企業家精神を発揮。この後半導体を核とした技術開発力、継続的に差別化商品を生み出していく、商品開発力の構築。 家電流通構造の転換に対応した新しい販売戦略、財務体制の立て直し、海外での生産など、積極的な経営戦略、選択は成功し電卓のほかラジカセ、ビデオ、副写機などの応援機器が国際市場で次々ヒットし、海外事業も一気に拡大した。このほか発売時にはユニークと言われた最右両開き冷蔵庫、 カメラ付き携帯電話などは、現在も、主力商品として残る。これらをもたらした組織、人材の育成も、大きな業績。技術のシャープを作り上げたとも言われた、佐々木正、ニューライフ商品戦略を確立した、関正樹、家電事業を統括した、辻春を、電卓博士、と呼ばれ強烈な電卓戦争勝ち抜きの原動力となり、応援部門を育て上げた。 浅田敦志ら。昭和50年代の年平均新調率は売上高18.2%、経常利益37.2%、10年連続増収増益、10年間で売上高約5倍、経常利益18倍という驚異的成長でシャープを大阪の一家電メーカーから、世界のシャープへ、家電から総合エレクトロニクスメーカーへ変身させた。 1987年、年賞1兆円声を花道に1986年、辻春尾にバトンタッチし会長に退いた。1987年相談役、1998年から最高顧問を務めた。生涯を通じて、財界活動に関わらない姿勢を貫いた。日本の高度経済成長期を代表する経営者の一人で、ある。 2010年2月1日、慢性人不全のため死去。92歳没。佐伯の公認の第3代社長、辻春夫の弟、及び第4代社長、町田勝彦は、佐伯の女性にあたる。また孫にマネーフォワード社長の辻洋介がいる。第5代社長、片山美希夫の父も、佐伯と親交があった。シャープ、中高の祖。 元社長の佐伯明さん死去ダッシュ asahi.com ハット abcdef 毎日新聞2010年3月12日19目に abcd 日本経済新聞2010年3月12日13面組織ルーティンの変化プロセスボリューム81電卓戦争を6桁表示1万円の衝撃昭和44年から50年コロシャープ 二代目社長の佐伯明氏が死去から、発展の礎地区、ブルームバーグニュース2010年3月11日、大河原克行のデジタル家電。最前線シャープ、中高の祖である、佐伯明氏が死去産経新聞、2010年3月12日8面、AB シャープ中高の祖元社長、佐伯明氏が死去23シャープ会長、町田克彦氏神戸新聞、 シャープ、中高の祖元社長の佐伯明さん死去。朝日新聞。h t t p w w w a a i c o m o b i t u a r i e s u p d a t e 0 3 1 1 o s k 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 5 6 h t m l 2 0 1 0年3月11日閲覧。企業の待ち熱い志から。 マネーフォワード社長、辻洋介さん。日本経済新聞。2020年1月18日閲覧。一度、挫折した経営者の登用。なぜ相次ぐのか、他社の経営中枢で、失敗経験を、フル活用。ありがとうございます。